こんにちは。本日は STM32 マイコン体験学習組み込み AI 編 AI 解説編のプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。本プレゼンテーションでは組み込み AI の開発を進める上で必要な AI の基礎について説明します。また後半では組み込み AI の概要と組み込み AI を実現するためのフローについてご紹介いたします。 それではプレゼンテーションの方に入りたいと思いますが、最初に本実習の目的について簡単に説明いたします。本実習の目的ですが、一番の狙いは、弊社の組み込み AI のディープラーニングソリューションを体験していただき、組み込み AI に必要なニューラルネットワーク設計のフローを学習していただくことになります。このフローには、 既存の推論モデルのマイコンへの実装、学習用データの収集、学習用データのラベリング、Python スクリプトを使用したニューラルネットワークモデルの学習、および学習済みのニューラルネットワークモデルのマイコンへの実装が含まれます。ここで注意点ですが、本実習は、 ニューラルネットワークモデル自体の設計やチューニングなどは目的としておりません。また、本実習では Python を使用しますが、Python プログラミング自体の解説は含まれませんのでご了承ください。ここで本実習のプログラム構成について説明いたします。本実習は全部で8つのパートに分かれております。 一つ目の AI 解説と二つ目のツール解説は座学の内容になります。三つ目のツール動作確認、四つ目のデータ収集・学習、五つ目のニューラルネットワーク実装は実機を用いたハンズオンの実習となります。六つ目の設計のヒントと七つ目の Python スクリプトは再び座学となります。 本実習にて使用する統合開発環境が IAR 社の EWARM になりますが EWARM の代わりに弊社の STM32Cube IDE をご使用になる場合に8つ目のパートの STM32Cube IDE もご覧いただく必要がありますこちらも実習形式となります以上が STM32 マイコン体験実習 組み込み AI 編のプログラム構成になります。本プレゼンテーションは一つ目の AI 解説のパートとなります。でははじめに AI の概要について説明いたします。最近様々なところで AI や機械学習、 真相学習といった言葉を耳にすることが多くなってきております。そこで、ここではこれらの用語について簡単に説明いたします。AI、すなわち人工知能は、もともと数十年前から存在する技術で、人間の考え方を模倣するコンピュータのアルゴリズムになります。人工知能には広い意味がありますが、 その中に含まれる分野の一つが機械学習になります。機械学習はいろいろなデータを集めて、集めたデータから繰り返し学習して、アルゴリズムを形成していく技術になります。次に、真相学習というキーワードがあります。真相学習は機械学習に含まれる一つの分野で、人間の脳を模倣して特別の構造を作ります。 その構造をニューラルネットワークと呼びます。テレビなどによく出てくる AI という言葉の90%程度はこの真相学習を意味しており、今一番注目されている技術になります。では実際 AI はどのようなところで使用されているのでしょうか実は AI は すでに数年前から我々の身近なところで使われています。代表的な用途としては自動車の自動運転が挙げられます。また、パソコンやスマートフォンの中では検索エンジンや翻訳エンジン、おすすめの商品やコンテンツの紹介、クラウドをベースとした音声サービスなどが挙げられます。その他、ドローンで使用されていたり、 医療分野では感染症などのデータ分析に使用されています。さらに、スマート農業やスマートビル、スマート工場などでも AI の活用が進んでいます。ここで、機械学習について説明いたします。機械学習の技術では、実際のデータを用いて学習を行い、 予測のアルゴリズムを改善していく手法を取ります。これは標準的な if then else などの明示的なプログラミングが不要で、従来のプログラミングが実行できない場合に採用されたりしています。このような機械学習ですが、機械学習には様々な種類があります。一番簡単なものは、 決定技学習です。右上の図に該当します。その他、クラスタリング分析やルールベース学習、機能論理プログラミングなどのアルゴリズムがありますが、その中の一つに真相学習という技術があります。弊社では決定技学習をハードウェアで実行できる MEMS モーションセンサーを用意しております。 こちらは低消費電力設計のため IoT 機器に最適なセンサーとなります。次に深層学習ですが、現在一番注目されている AI の技術が深層学習になります。深層学習はベースにニューラルネットワークを使用した機械学習の技術です。このニューラルネットワークのニューラルは、 ニューロンを意味しており、人間の脳を模倣しています。一つのニューロンに様々なデータが入力されて、演算されて、その結果が繋がっている他のニューロンに伝達されていきます。人間の脳内のニューロンは人工ニューロンと比べて数もずっと多く、もっと難しい処理が可能ですが、基本的には同じように動作します。 では、なぜ今この真相学習が注目されているのでしょうか。真相学習は数ある機械学習の種類の中の一つと説明しましたが、他の機械学習ですとデータを増やしていくと最初のうちは精度が上がっていくのですが、ある程度増やすと精度が上がらなくなってしまいます。一方、真相学習の場合、 データを増やせば増やすほど精度が上がっていきます。それにより、今まで解決ができなかった問題を真相学習の技術を使って解決できるようになってきています。このように真相学習ではデータを増やすことで精度を上げることができる反面、精度を上げるためにどうしてもデータの量が多くなってしまうという欠点があります。また、 ニューラルネットワークがブラックボックスなため得られた結果がどうしてそのような結果になったのかの解析が難しいという側面もあります。真相学習はデータの量を増やすことで他のアルゴリズムと比べて高い精度を実現できることを説明しましたがここでは様々な課題に対して従来の方法を使用した場合の精度と 深層学習を使用した場合の精度を比較しております。例えば、物体検出の場合、従来法では34.3%の精度しか出せなかったところが、深層学習では60.9%の精度と大幅な改善が見られます。一方、顔認識のように、課題によっては数の改善しか見られない場合もあります。 このように、どの用途でも深層学習が最適な選択であるということではなく、用途に応じて深層学習が得意とする課題なのか、他の方法が適しているのかが異なります。従いまして、AI の導入をご検討される際、アプリケーションに応じて深層学習とそのアルゴリズムとの間にどれくらいのパフォーマンスの改善があるかを見て、 採用する手法を判断する必要があります。ここで機械学習の必要性について説明いたします。こちらは3次元の物体を検出する例ですが、3次元の物体を検出するには、物体の形や大きさ、明るさや奥行き、 全体化、断片化などの情報を使って検出する必要があります。これらの判断を人間が行う場合、比較的簡単に検出することができます。一方で、これをコンピューターに判断させようとした場合、複数のパラメータをもとに総合的に判断する必要があり、プログラムを書くことが難しく、アルゴリズムも複雑になります。 もう一つの例として、手書き文字認識の例を紹介します。人間が書く文字は、書く人によって一つずつ異なります。特定の人の文字だけを認識するということであれば、その人の特徴を踏まえたルールを作ることはできるかもしれません。しかし、不特定多数の人が書いた文字を認識する必要がある場合、 そこから汎用的なルールを作ることは容易ではありません。このような場合、真相学習を使用することで、ルール作りの作業が不要となり、データの学習を通してニューラルネットワークを構成することができるため、比較的簡単に解決することができます。ここで AI の進化について見ていきたいと思います。 元々 AI の技術は1950年代頃から学問としての研究が始まりました。その後、ブームと冬の時代を繰り返し、2000年頃から新たなブームが始まり現在に至っています。では、なぜ最近になって再び AI のブームが訪れているのでしょうか。実は最近の AI のブームは、 真相学習の登場が密接に関係しています。先ほど説明しましたように、真相学習では精度を上げるため、ニューラルネットワークを学習させるための大量のデータが必要になります。一方、現在の AI のブームの少し前の90年代にインターネットブームがあり、いろいろな企業で大規模なデータベースが作られてきました。 世界中の大学や研究機関がそのデータベースをもとに AI の研究を重ね2010年頃から真相学習の技術が使えるようになってきたことがブームの背景にあります。もう一つのブームの要因は真相学習を処理するハードウェアのパフォーマンスの向上です。パソコンや CPU、GPU のパフォーマンスが年々高くなってきており、 真相学習に必要なパフォーマンスが確保できるようになってきたこともブームの背景として挙げられます。一つのニューラルネットワークには何百万ものニューロンがあり、その演算にはパフォーマンスの高いハードウェアがないと時間がかかりすぎてしまいます。特にニューラルネットワークの学習時に高いパフォーマンスが必要になりますが、大規模なニューラルネットワークとなると、 サーバーや高いパフォーマンスの CPU、GPU が必須となります。このように、真相学習に必要なデータベースと、パフォーマンスの高いハードウェアが普及してきたことが、今日の AI ブームにつながっているということが言えます。このように、現在大変注目されている真相学習ですが、 真相学習によって作られたニューラルネットワークは、迷惑メールの認識、自動翻訳、画像認識、株価の動向分析など様々なところで使用されております。ここで実際に IoT の分野で AI を使ったシステムを実現する場合の課題について見ていきたいと思います。まず IoT 端末ですが、 複数ありますが、センサーから読み取った生のデータをすべて無線や優先などのネットワークを介してゲートウェイへアップロードします。ゲートウェイは受け取ったデータをクラウドに送信し、クラウド側ではデータに対して AI の処理を施します。一見問題のないシステムに見えますが、実はこの中にはいくつかの課題が潜んでいます。 まず IoT 端末ですが、センサーから読み取った生のデータをすべてゲートウェイに送るため、送信時間が長くなり、IoT 端末としての消費電力が大きくなります。ゲートウェイとしては通信量が大きくなるため、その分通信費が高くなります。また、クラウドに関しては生データの AI 処理をすべて行わなければならないので、 負荷が高くなり、クラウドの使用量も高くなります。そこで、組み込み AI を導入するとどうなるのでしょうか。IoT 端末に組み込み AI を導入した場合、クラウドで行っていた AI 関連の処理を端末側に分散させることで、クラウドの負荷を下げることができます。 IoT 端末ではセンサーデータを取得し簡単な AI 処理を個々の端末が行います。その結果をゲートウェイに転送することで全体的に通信するデータ量を抑えることができます。IoT 端末での処理は増えますが処理に要する消費電力よりも通信時の消費電力の方が圧倒的に大きいため結果として IoT 端末の消費電力を低減することができます。また、ネットワークとしては通信量が小さくなるので通信費が安くなりますし、クラウドはクラウドにしかできないビッグデータの処理などに集中できるため、負荷及び使用量を削減できます。このように IoT の分野で AI を使ったシステムを実現する場合、 組み込み AI を導入することで様々な問題が解決できると考えています。次にニューラルネットワークについて説明いたします。ニューラルネットワークは神経細胞を意味するニューロンで構成されたネットワークを意味します。人間のニューロンは樹状突起、細胞体、軸索端子、 という3つの要素で構成されています。樹状突起は、他の神経細胞からの信号が入力される機構になります。細胞体は、入力信号に対して演算が行われ、出力内容を決める機構になります。軸索端子は、決まった出力内容を他の神経細胞へ送る機構になります。 従いまして、個々の神経細胞では、データが入力され、演算され、出力が決定されて出力されるという一連の処理を行います。ちなみに AI の分野に出てくるニューロンは、人間の神経細胞を模倣した人工ニューロンを意味します。 人工ニューロンも神経細胞と同じように考えることができます。神経細胞の受状突起と同じように、まず最初に X1 から XM までの複数のデータが入力されますが、それぞれの入力に対して異なる重み付けが行われます。重み付けされた各データは、その後加算されてバイアスが加えられます。 この演算が完了するとアクティベーション段へ移ります。アクティベーションでは演算結果から出力するべき内容を判断します。例えば演算結果があらかじめ決められた式位置を超えていたら1を出力、超えていなければ0を出力するといった処理になります。以上が 人工ニューロンの基本原理になります。では、人工ニューロンをハードウェアで実現する場合、どのようにしたらいいのでしょうか組み込み AI の場合、使用できるハードウェアは限られていますので、どのような点に注意して実現したらいいかをここで説明いたします。先ほどご説明しましたように、 ウェイトの値は入力ごとに異なる値が決められています。この値は元々学習されて得られた値となります。この値をどこかに保存しておく必要がありますが、通常マイコンのフラッシュメモリなどの不揮発性メモリに保存します。もう一つの注意するべき点は演算を行う部分になります。 演算の内容はセキュア演算となりますが、これをマイコン、CPU、GPU、DSP などを使用して処理を行います。組み込み AI では、この演算速度が非常に重要な要素になります。使用するハードウェアでは、演算にどれくらい時間がかかるか、その時間は、 開発中のアプリケーションで許容できるかどうかを判断する必要があります。場合によっては、使用するハードウェアの見直しが必要になることも考えられます。先ほどの説明で、個々のニューロンの出力結果は、つながっている他のニューロンに入力されると説明しましたが、そこには、レイヤーという概念があります。 ニューラルネットワークには主に入力レイヤー、隠れレイヤー、出力レイヤーの3種類のレイヤーがあります。入力レイヤーは他のニューロンからの入力やある特徴量が入力されるレイヤーです。隠れレイヤーはネットワークの中枢となる最も重要なレイヤーです。 実現されたい内容によってレイヤーの構成が異なります。出力レイヤーは隠れレイヤーの出力をもとに予測したい出力を提供します。ここでニューラルネットワークの処理の例を一つ紹介します。住宅の賃料を予測するシステムを考えます。まず入力のデータとしては 住宅の大きさ、部屋の数、駅からの距離などが考えられます。また、それぞれの入力には異なる重みの値が付け加えられます。この重み付けでどれぐらいの金額になるかが決まりますが、重みの値は都市部と郊外とでは大きく異なります。例えば、都市部の住宅を考えた場合、 車庫付きの物件と車庫なしの物件とでは大きく賃料が変わるため重みの値は大きくなりますが郊外では車庫のありなしの差は賃料に大幅に影響がないため重みの値は小さくなると考えられますこのように重みの値は都市部の家賃データベース郊外の家賃データベースなど学習に使用するデータベースによって 大きく異なってきますので、目的に合ったデータベースを用意することが重要になります。次に、ニューラルネットワークの学習について説明します。例えば、画像が犬かどうかを判断するニューラルネットワークを作る場合、まず最初に、ニューラルネットワークに入力する犬の画像を大量に用意する必要があります。 また、その画像が犬であるということを明示するために、ラベルを付ける必要があります。このようにしてできたデータとラベルの組み合わせをデータセットと呼びます。データセットの準備ができたら、画像をニューラルネットワークに入力するのですが、ニューラルネットワークは最初は全く情報を持っていませんので、子供の脳みたいにまっさらな状態です。 まっさらというのは、重みの値が0かランダムの状態を意味します。この状態から犬の画像を入力して、犬ではないと出力されたら出力結果とラベルを比較します。ラベルはここでは Y に相当しますが、比較結果はエラーとしてニューラルネットワークに反映され、異なる重み値を設定する必要があると判断して調整を行います。 この作業を繰り返し行うことで、犬の写真を入力したら、犬の出力が得られるようになります。この繰り返し作業を学習と言います。それが終わったら、次の写真でも同じ作業を続け、目的に合った精度に近づけていきます。こうして最終的に犬かどうかを高い精度で判断できるようになります。 ここで、組み込み AI を実現するための流れについて見ていきたいと思います。組み込み AI を作る場合、まず、ニューラルネットワークのモデル作成をして、それをマイコンに実装する必要があります。モデルの作成は、一般的に学習フェーズと呼ばれますが、学習させるための学習用データの収集、学習用データのラベリング、 そして、ニューラルネットワークモデルの学習という3つのステップに分けることができます。通常の AI ですと、この後、学習済みモデルをクラウドや PC 上で推論実行するという流れになりますが、組み込み AI の場合、学習済みモデルをマイコンなどのハードウェアへ実装する必要があります。学習済みのモデルは、 一般的には Python などの高級言語で書かれていますので、これをマイコンに実装する場合、マイコンが解釈できる C 言語などの組み込み用の言語に変換する必要があります。また、マイコンが持つメモリーサイズに収まるように、モデルの圧縮も必要になります。マイコン用のコードへの変換及び圧縮が完了すると、 学習済みモデルをマイコンへ実装して、マイコン上で推論実行が行われます。このように、組み込み AI を実現するためには、学習用データの収集、学習用データのラベリング、ニューラルネットワークモデルの学習、マイコン用コードへの変換及び圧縮、そして、推論モデルの実行という5つのステップを踏む必要があります。 この5つのステップのうち、弊社が提供するソリューションは、3番目のニューラルネットワークモデルの学習以外の4つのステップを網羅しております。ここで、弊社の組み込み AI ソリューションに対応するハードウェアをいくつか紹介します。1つ目は、小型のセンサー評価キットのセンサータイルになります。こちらは、 温度、湿度、大気圧、加速度、ジャイロ、指示器、マイクなどの様々なセンサーと、Bluetooth Low Energy のモジュールを搭載した小型の評価キットです。ボードには超低消費電力マイコンの STM32L476 が搭載されています。また、マイクロ SD カードのスロットも搭載しているため、 学習用データの収集のために取得したデータを CSV ファイルや Wave ファイルの形式で取り出すことが可能です。もう一つのハードウェアが IoT 評価ボードになります。こちらは温度、湿度、大気圧、加速度、ジャイロ、地磁気、マイクなどのセンサーに加え即居センサー及び Wi-Fi、Fi サブギガヘルツ帯、Bluetooth Low Energy、NFC などの各種通信機能を搭載した IoT 開発に最適なオールインワンタイプの評価ボードです。マイコンは超低消費電力マイコンの STM32L475 が搭載されています。このボードには先ほどのセンサータイルのようなマイクロ SD カードのスロットはありませんが、 オンボードのフラッシュメモリーが搭載されているため、学習用データの収集のために取得したデータを USB 端子経由でマスストレージデバイスとして取り出すことが可能です。最後に組み込み AI のソフトウェアツールを一つ紹介します。組み込み AI には、 学習済みのニューラルネットワークモデルの組み込み系言語への変換及びサイズの圧縮が必要であると説明しましたが、その処理を行ってくれるツールがこちらの STM32CubeAI になります。STM32CubeAI は STM32 マイコン用の初期化コード生成ツール STM32CubeMX に STM32 専用の組み込み AI ライブラリーである X-Cube AI を組み合わせた組み込み AI 専用の開発環境です。こちらのツールは現在、Onix、Keras、t e n s o r f l o w l i t e Cafe、Lazarnia、ConvnetJS といったディープラーニングフレームワークに対応しています。また、 IAR の EWARM、の k i l の MDKARM、弊社の STM32Cube IDE などの各種統合開発環境のプロジェクトファイルに変換済みモデルを含む形でプロジェクトファイルを生成することができます。以上で本プレゼンテーションを終わります。 プレゼンテーションを最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。